皆さんこんにちは。今回は 3.8 で復刻の決まった国民の振り返りと、強い点弱い点について見ていく動画になります。国民ですが、ざっくり探索面ではスキルのクラゲによる回復。こちら、設置したら12秒間継続して、2秒に1度回復してくれます。設置中に元素爆発を打つと、継続時間がリセットされます。回復のタイミングで同時に水元素範囲攻撃で、毎ヒット水元素を付着してくれます。元素爆発は、通常攻撃と銃撃、クラゲのダメージアップ。さらに通常攻撃、銃撃、ヒット GPT 全体を回復できるようになります。集団耐性は強烈に上がるので、タルタリア以上の強度を誇るようになります。また、クラゲの継続時間をリセットしてくれます。置き直しはできません。スキル CT リセットするわけではありません。基本的にはクラゲを置いて、継続時間更新に爆発を打つのがセオリーです。ココミの代表的な編成は大きく2つで。1つ目は、クラゲによる付着、あとは回復による枠圧縮を兼ねた凍結。基本的には凍結して、あやかの元素爆発を全てぶつけるというコンセプトだね。螺旋撮影だとどうしても暗くなるから、寄付進行を使ってます。こんな感じで、特に動かれるとダルイビシャップなんかも凍結できるとお茶の子再再しですね。元祖ココミのメタ編成って感じだな。寄付進行の敵が一瞬で消滅してしまうので、仕方なく螺旋撮影してますが。はい、今をときめいていた、二郎編成ですね。今回の螺旋では、使用率が大きく下がってしまったな。草編成の使用率を支えていたのが、実はナヒーダだったことが明らかになった今回の環境。まあ、元からそうだろ感はありますが、それはそれとして。ニーローとココミで組んでしまえば、残りの枠は草で適当に2枠埋めるだけでいいので。配布のくせにかなり使いやすい草主人公の存在もあって。さらにさらに、ダメージの大半が開花の反応ダメージ、集団戦においてはかなり高難易度で敷居の低い編成となっているね。略術も実装はされたけど、二人合わせれば、ココミを完全熟知森にしてもかなり崩れづらくなるので、ココミにとっても嬉しい追加だったね。ニーロー開花編成の課題の一つに、自称は結局痛いままで、ココミを熟知森にすると結局崩れてしまうそういう問題もあったしね。とりあえず、ニーローを持っている人は、かなり使いやすくなるので、特に略術がいないユーザーで、ニーローユーザーの人は引いておきたいね。今回は、ニーロー開花が少し控えめ、とは言いましたが、タイム的には問題なく突破できます。ナヒーダが後半に使用されがちな影響なので、編成としてはいける編成です。で、基本的には凍結かニーロー開花のどちらかはその螺旋の適正度が高くなるので、基本的には環境編成から外れづらいキャラですね。あとは、超開花、感電、スココモン、感電蒸発、など、水元素であることを活かした編成も、水元素ヒーラーの特権でもあるね。水元素で、表で殴れば他アタッカーに引けを取らない十分な付着量だから。そういう強みもあるね。ざっくり、現在の立ち位置を解説したので、おすすめの武器コーナーです。モチーフは選択肢の一つですね。HP 上がったり、通常攻撃ダメージ上がったりします。続いて金箔、爆発撃つと、全体回復と本人のチャージ回復。爆発回しや回復量のためにニーロー開花では人気。祭礼、ニーロー開花や一応他の編成でも選択し。ココミのクラゲは、リキャストではなく、継続時間更新だけなので、敵が離れていると、クラゲの時間を更新しても意味がない。ということを踏まえると、安定用の選択肢ではある。あとは普通に熟知が上がるので、感電の反応主になった時や、ニーロー開花の反応主の時に役立つ。そして竜殺しや白身。凍結編成とか、蒸発とかの編成での選択肢。竜殺しは HP が上がるので、ココミの回復量も上がるね。ただ、竜殺しは次に登場したキャラに攻撃バフで、目視で CT がわからないバフなので、活かしきるのは実際は結構難しかったりするね。2回目以降のバフは崩れがち。効果発動は20秒に1度、継続10秒なので、できるだけ、体内時計を鳴らしておきたいかも。続いて、生物リスト。基本的には上3個の3択かな。困ったら、海染めつけていれば、編成間で生物の面倒い付け替えがしづらいです。海染め卑怯が基本的に渋いのはそうですが、
そこは、我慢するしかないんじゃ。洗顔4は、基本的には任意老解海外での選択肢。凍結編成だとかなり好まれますね。あとは、攻撃力が必要なキャラが多い編成では輝く。そして、熟知、開花系の生物。熟知系は任意老解化での選択肢。基本的には金メッキ4とか、楽団メッキ2とかでいいと思う。楽園は確かに開花だと優秀ではあるが、メッキ4と大きく変わるわけでもなければ、相方の作業の使い道が限定的すぎるね。あとは、草4、入れてないですが共感4も一応選択肢ではあるかな。基本的には、上3個から選ぶのがおすすめです。生物は、任意老ならできるだけ熟知をつける。ただし、自傷ダメージや敵の攻撃次第では事故るので、基本的には1枠くらいは回復能力の上がるのをつけることをおすすめ。チャージはできれば 170% ほど欲しいところだね。あとは、スココモンとかイニシエのココミで殴るタイプの編成。そういう編成の人は、水ダメージコップ。あとは、HP をメインに優先すると良いでしょう。イニシエの編成とは言いましたが、水1枠なら境界かもココミで殴る必要性が高いので、実際はそこまでイニシエではないのかもしれない。突効果についてです。基本的には、好きな人が突する感じです。基本的な役割は無突で完成してるからな。強いて言えば、2突してると、熟知盛りをしやすくなるかもしれない。ただ、HP 50% 以下って条件付きなので、その条件がちょっと不安定かも。任意老解化で、草川が比較的撃墜されやすいから、その保険になるかも、くらいかな。基本的にココミの突はキャラ愛で栄養です。無突を一番おすすめします。最後に、強い点弱い点を確認していきましょう。ココミの魅力は、回復と水付着の両立です。スキルは設置型で、一定量の水付着を確保できるので、ここが最も魅力的な点になります。任意老や凍結に編成される最たるものだね。また、水元素は強い編成を作る上ではかなり重要な元素で、元素的にも優秀ですね。また、螺旋定番編成にも2個在籍してるので、そこも強い点としました。一方で弱い点は、クラゲの使い勝手は正直悪いです。敵が散らばったり、移動したりすると、クラゲの付着範囲は狭いので、爆発で継続時間は更新されても、起き直しではないので、実装時と同様に、今も残り続ける使い勝手の悪い要素だな。こればっかりは我慢するしかないですね。凍結などココミが裏方の編成は、これがかなり痛い。寄付進行が現時点だとまだ使えるので、ぜひ、クラゲに関してはテストしてみるといいかも。ただ、ウェーブは作れないんだっけ。もしかしたら、1ウェーブだけしか作れないかもだけど、ビシャップとか配置して、クラゲの付着範囲を確認しておくといいかも。時期が 4.0 直前ということなので、そこを気にしないのであれば、引く方がいいキャラだと思います。具体的な、優先順位はこの前の動画を参照ください。終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。